はい、こんにちは。始まりました、ホトグリッシュの岡崎です。では今日も毎日リスニングやっていきましょう。今日はチェーンソーマン第4話でパワーとアキ君とデンジのセリフを取り上げていきます。でパワーのセリフがやっぱちょっと難しめですが、ちょっと頑張って聞いてみましょう。ではいきます。バオンバシュボスビゴン。やあ、Hey, do not throw your food! What he said! Respect the farmers who took the time to grow these veggies! Damn devil! I'm the type who seldom chooses to bathe. Get your butt in there! You totally reek! Humans are so delicate. Far too obsessed with remaining clean. Foul vegetables! Be gone! Yeah. Hey, do not throw your food! What he said! Respect the farmers who took the time to grow these veggies! Damn devil! I'm the type who seldom chooses to bathe. Get your butt in there! You totally reek! Humans are so delicate. Far too obsessed with remaining clean. Foul vegetables! Be gone! Yeah. Hey, do not throw your food! What he said! Respect the farmers who took the time to grow these veggies! Damn devil! I'm the type who seldom chooses to bathe. Get your butt in there! You totally reek! Humans are so delicate. Far too obsessed with remaining clean.はい、という感じでした。いかがだったでしょうか。ではここから回答に行くので、聞き直したい方は動画戻して聞き直してみてください。バオンバシュボスビゴン。やあ、 Hey, do not throw your food! What he said! Respect the farmers who took the time to grow these veggies! Damn devil! はい、でまずファオベジタボーズという風に言ってます。これ日本語版だと野菜は嫌いじゃぽいっていう風に言うところなんですが、ここは汚れた野菜っていう風に言ってますね。で汚れた野菜立ち去れみたいな感じで言っています。でこのビゴーンというのは一応ビーとゴーンが合わさった言葉なんですが、こういう風に命令文で立ち去れ消え去れみたいな感じで、まあ本来人に使うことが多い表現ですね。であとちょっと古い言い方になります。でパワーは結構こう日本語版でもうぬとかわしみたいにちょっと古めの言葉を使うと思うんですが、その辺がこう表現されているんですね。で一応ですね、こう単語のチョイスも結構古めなものが多くなるので、こう日本語版だとポイとしか言ってないんですが、まあそこにこのキャラに合わせてこういう単語を選んでいるんですね。でそして Hey, do not throw your food ですね。で食べ物を投げるなと言っています。でそして What he said で、これ会話でよく使う表現なんですが、その通りだっていう感じですね。で彼の言う通りだっていう感じで言っています。で Respect the farmers who took the time to grow these veggies と言っています。でこの veggies はベジタブルズのことですね。でこの take the time to V というのはわざわざ時間をかけてなんなんするっていう感じでいいです。でこの、わざわざこの野菜を育ててくれた農家の人たちを敬えっていう感じで言ってますね。 Respect 命令文ですね。で Damn Devil これはクソ悪魔めみたいな感じで言っています。はい、で発音のポイントがまず Do not throw your food、 この throw もちょっと聞きにくかったかなと思いますね。 TH の音に慣れてないとちょっと聞きにくいと思いますっていう感じですね。でそして Your foodっていう感じでこの D の音脱落しますね。口の形だけ作って D っていう風に発音しない感じになります。で What he said でここも脱落しますね。で Farmers who took みたいにここの who をあんまりちゃんと読まないんですよね。ですごく短く、もう限りなく短く who って言ってください。で Respect the farmers who took the っていう感じですね。 who ぐらいでいいです。で The time to のこの time to もto っていう風にちゃんと発音しないで time ぐらいの感じで発音しましょう。ではもう一度流すので自分でも発音してみましょう。Foul vegetables! Be gone! Yeah! Hey, do not throw your food! What he said! Respect the farmers who took the time to grow these veggies! Damn devil!はい、という感じでしたね。ちなみに余談なんですが、このデンジ君がこの人参キャッチしてるところ、日本語版だとですね、あ、人参って言うんですけど、英語版だと何も言わないんですよね。はい、という感じです。では次のセリフに行きましょう。 I'm the type who seldom chooses to bathe. Get your butt in there! You totally reek! Humans are so delicate. Far too obsessed with remaining clean.
はい、で I'm the type who seldom choose the base ですね。でこの who seldom choose the base がタイプにかかる関係代名詞になってますね。で seldom は一応めったになんなんしないという意味です。で choose to be というのはなんなんすることを選ぶとかなんなんする方を好むとかそういう感じの意味なんですが、まあ、ここではあえてそのめったに風呂に入らないのを選んでいるタイプだっていう感じで言っていますね。めったに風呂に入らん派じゃっていう感じですね。で、get your butt in there ですね。で、この butt あんまり綺麗な英語ではないんですが、ass とかと一緒でお尻の意味になりますね。で、結構ですね、英語はこうお尻を起点にした表現、butt とか ass を起点にした表現を使うことがあります。で、これあんま綺麗な英語じゃないので自分では使わない方がいいです。で get your butt in there っていうとこうお尻をそこに入れろっていう風に言ってるのでさっさと風呂に入れみたいなそういう感じになりますね。でなんか例えばこっちに来いみたいな感じで get your ass over here みたいな感じで言ったりすることもあります。なんでそういう表現がありますね。でそして you totally weak ですね。でこの totally は一応まあ完全なっていう感じで強調の意味で考えておきます。そして weak というのはこれ自動詞ですね。で匂うとか悪臭を放つとかそういう意味になります。なのでお前悪臭を放っているお前くせえんだよっていう感じの表現ですね。でこの humans are so delicate これは人間はとても繊細だっていうふうに言ってます。で far too obsessed with remaining clean ですね。で一応これ be obsessed with という表現で何々にこう取り憑かれているまあ執着しているような感じの意味になりますね。で一応ここは be 動詞が隠れている感じで考えていてHumans are が隠れているっていう風に考えると考えやすいと思いますね。で、Humans are far too obsessed with remaining clean ですね。で、この far 強調です。で、too はなんなんすぎるの意味で大丈夫ですね。なんで、こう、remaining clean で綺麗に保つ、綺麗であり続けることに取り憑かれているっていう風に言ってます。はい、人間がですね。という感じでした。で、発音のポイントは、まず、I'm the type ですね。で、この who 短めに発音しましょう。そして get your butt in there でこの t の音を脱落させます。そして humans are so delicate なんですね。でこの delicate じゃなくて delicate なんでここにアクセントを置いてここは a っていう風に言わずに delicate って感じで発音しましょう。そして too obsessed with のこのての音ですね。ここも脱落させてで with 短めです。 obsessed withって感じですね。で、remaining clean って感じで、ここの G の音は発音しないでください。はい、という感じですね。ではもう一度流すので、自分でも発音してみましょう。I'm the type who seldom chooses to bathe. Get your butt in there! You totally reek! Humans are so delicate. Far too obsessed with remaining clean.はい、という感じでした。では今日はここまでにしたいと思います。ぜひ高評価チャンネル登録あと絵文字一つでもいいのでコメントいただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。Hey, do not throw your food! What he said! Respect the farmers who took the time to grow these veggies! Damn devil!I'm the type who seldom chooses to bathe. Get your butt in there! You totally reek! Humans are so delicate. Far too obsessed with remaining clean. Foul vegetables! Begone! Hey, do not throw your food! What he said! Respect the farmers who took the time to grow these veggies!Damn devil! I'm the type who seldom chooses to bathe. Get your butt in there! You totally reek! Humans are so delicate. Far too obsessed with remaining clean. Foul vegetables! Begone! Hey, do not throw your food! What he said! Respect the farmers who took the time to grow these veggies! Damn devil! I'm the type who seldom chooses to bathe. Get your butt in there! You totally reek!Humans are so delicate. Far too obsessed with remaining clean. Foul vegetables! Begone! Hey, do not throw your food! What he said! Respect the farmers who took the time to grow these veggies! Damn devil! I'm the type who seldom chooses to bathe. Get your butt in there! You totally reek!
Humans are so delicate. Far too obsessed with remaining clean.